お邪魔しますすごいピンクやなすごいピンクお母さんのお腹の中を思い出す懐かしい気持ちになるなこの色色味はなお母さんね電話や 全然しましてるああし。はい、もしもし、岡崎拓です。私は誰でしょう。<laughs> もしもし。だ。誰ですか。もしもし。 私は誰でしょう。<laughs> ちょっと誰やろう。あれ全然声じゃ分からへんな。もしもしもうちょっと喋ってください。はい、あれ誰や<え>誰や誰なちょっと待って誰かわかりますか。私は<れ>私は誰 <laughs> 私は誰か誰で、ね、誰, <laughs> <laughs> 誰これ。<laughs> むっちゃ、むっちゃちっちゃいもしかして。むっちゃちっちゃめ ?7 歳 ?7 歳です。今、7歳はい。7歳か。7歳の知り合い。<laughs> えもしかして、エマちゃん正解です。<laughs> エマちゃんやん。 元気元気マジえ、もう小学生になったうん。すごえ、小学1年生 ?1 年生。一 1>, 1年生なっとる。<laughs> マジか。え、今日、エマちゃん電話かけてくれたんうん。すごいな <laughs> お父さん元気ユーマ。お父さん元気 うん元気元気元気にしてるエマちゃんも元気元気本当なっちゃんはなっも元気なっちゃんも元気めっちゃ爆笑するやん <laughs> めっちゃ爆笑してるな <laughs> いやなんかエマちゃんやと思わへんかったからさ電話の相手が、うん、<coughs> エマちゃんでもずいぶん会ってへんね最後に会ったんいつやろな、うん 最近会ってくれへんやん。会ってくれへんやんって。<laughs> そあそ <laughs> 彼女みたいなこと言うな。学校で面白いことあるあんまりないえ、学校探検が楽しい。学校探検っていうのがあるのあのー、なんか学校の知らないところを、うん。うん、あのー、 探検してみん、ね、学校の知らんところを探検するんやそれは一人で行くの、うん、班で行くの行ってるえ休み時間と行ってんのそれはじゃあその学校で学校を探検しましょうって言われてるんじゃなくて自主的にやってるってことうんすごいやん探検してんの学校を。もし知らないところに来ても、うん、階段があって。うん 下に繋がっとったらもうそこに降りたらいいだけやから。下で、どういうことちょっと待って、もうちょっと詳しく説明して。階段があって、そこ降りていけば、もうそれでいいってこと、うん、どういうことあのー、うん、一番下が一年生の教室や一番下一年生の教室やな。うん。うん、で、六年生とこまで行っちゃったら、うん、どこかわからなくなるよ確かに、六年生どこ行ったら。<で>うん。 階段があったら<階>もし階段があって建て、うん、階段あるけど階段があって下に下につながってる階段が、うん、絶対あるから絶対あるなそれをそれあれ,あれば、うん、先生のところに戻れると思う、ね、確かに確かに絶対そうやんな1年生の教室は絶対に1階やもんな。 だから階段があればどこにいてもそれを降りていけば絶対に1階にたどり着くから自分の教室に帰れるってことや。完璧やんそのコンパスセルフコンパス。コンパスって何コンパスって自分の方角とかが分かるようになる冒険家とか探検家に必要なものやねんけど。 えエモちゃんえ何 <laughs> コンパスに対する理解は整ってる今。コンパスコンパス。うん。コンパス <laughs>。もういらんコンパスの情報。もうこれ以上必要ないエモちゃんの人生の中でコンパスの情報はこれ以上必要ないって判断した何言ってんのえ <え>もうもういいちょっと一回コンパスのことを忘れようか。エマちゃん何してんの？学校から帰ってきたら。学校から帰ってきたら、う,ん、うん、塾行ってる。えあえ？もう塾行ってんの？うん。すごいやん。考えられへん。エマちゃんが塾行ってんの？んうん、三個習ってる。三個習ってんの？何何と何と何やってんのそれ？ ダンスとクモンとピアノ、うん、ダンスとクモンとピアノうん塾の域超えてるやんもう <laughs>、うん、なんでんで割るんですよさっきから腹立つ <laughs> <laughs> えダンスとピアノもやってるってことクモンがだからつまり勉強してるわけやろクモンでうんえダンスも踊れんのエマちゃんうんほんまちょっとあっくんさ、うん、音楽やってるやろ あ、なんて？あくん音楽やってるのよな、仕事で。うん。うん。で曲作ったりしてるから、それのあのあのー、映像というかさ、ビデオ作ったりしてるからさ、それでエマちゃん踊ってよ。難しい。難しい。<laughs> それあれか、事務所的な意味かな。それはもしかして事務所的にむえ NG ってことかな。あんまり岡崎体育の音楽性とは合わへんっていうことかな、ヘマちゃんのダンスが。 勉強って必要なん勉強って必要 <laughs> 急に何や急に何やねん。勉強って必要 <laughs> 勉強うん。勉強は必要かな必要な人と必要じゃない人がいると思う。必要ちゃう。えエマちゃんはどう思うの必要やと思ううんいらん。いらん,いらんうん。なんでいらんと思う だって先生の声うるさいもん先生の声うるさい <laughs> そっかでもなあの勉強って絶対しなくちゃいけないもんじゃないけどでもしといたら、うん、あの大人になったときに役立つことがすごいのよであっくんはさ数学算数があんまり得意じゃなかったのね大人になっても算数は使うってバーバーが言っとっそうバーバー言ってたってうん。お金の計算 そうやねお金の計算がなむちゃくちゃ大事になってくるの大人になってくると。お金の計算ができひんと、うん、あの税金の問題とか税理士さんとか、うん、そういうのがすっごい大変になってくるの、うん、これはエマちゃんのパパとママもあの美容師さんやってるやろ、うん、で美容師さんやってたらそれ全部その自営業って言って自分でやらなあかんのよそのお店の売り上げとか営業のなんか経費とかさ。 うん、そういうのを算数できんとすごいしんどくなるわけ、うん、将来うん、うん、だから算数はすごい大事やと思うんでうん、うん、でさああ,あっくんってお金,好きなのお金 <laughs> ちょっと <laughs> なんか誰かいるんか裏にお父さんいるなこれお父さんかお母さんい,い,いやちょっと待ってお金が好きかどうか、うん、お金は好きやでそりゃ え、好きなの <laughs> そういや、それはもちろん。音楽はたくさんの人のためにたくさんの人に自分の音楽が届けばいいなと思って。それは音楽をやってるから、そのお金のこととか考えてないよ。音楽やってる時にふ<ー>。<laughs> うん。いや、そのたくさんの人に音楽を届けることによって、うん。なんか知らんけど、お金が入ってきてるみたいな。 うんなんか知らんけど自分が作った歌をたくさんの人がカラオケで歌うとなんか知らんけど僕ににお金が入っっててくる仕組みになってんのよね、うん、これは何でこういう仕組みになってんのか僕にも分からへんねんけど、うん、音楽を作ってみんなが歌ってくれたり自分の音楽を聴いてくれるとなぜか僕は,僕は善意でやってんのあお金なんかいらんのになんかお金が入ってくる仕組みになってんのよ今。 だからまあお金が好きかどうかって聞かれたらちょっとまあその好きではないよ勝手に入ってきてるっていうだけやからさ。えでもたあやかちょっと出ちゃってたんかなほんならあの自分でも思ってもないようなことが言っちゃったんかもしれへんな今もしかしたら。 お,お金は別に好きじゃないよエマちゃんはお金好きうんお金好きな小学校一年生でお金の匂いは嫌いやってお金の匂いっていうのは物理的な匂いなのかそれともその刑事的な話なのか警察的な話お金の匂いっていうのはそのあれかちょっと銀、金の匂いとかそういうことかな うん、だって匂ったら鼻にバイキン詰まる鼻に <laughs> バイキン詰まるそれ詰めすぎや、そんな近づけたあかんよ。お金、鼻にそう鼻の中に入ってるぐらいじゃないとそれでさ、違う話やねんけどさ学校でさ、めっちゃ困ったことあんねんけど、うん、おぉ、なんや解決してあげよう友達が骨折めっちゃすんねんはなんやそいつ <laughs> そうなうんなんでやろう、いっぱいはしゃぐんかな、その人 なんか最近めっちゃ怪我してる人多いねんけどん。めっちゃ怪我してる人多いの、なんで、どういう、どこ通ってんの。なんか、あれ陸軍の学校通ってんの、今。うん、え、なんで怪我するんやろエマちゃん怪我するの。え、エマちゃんはしいひんねんけど、周りの友達はみんな怪我するの。うん、指挟んだだけぐらいしかないけど。あ、え、指挟んだのエマちゃん。うん。でも、他はやばい怪我とかもしてる人もおる。うん やばいい怪我してる人んんのうそれが相談ごとな, <laughs> なんとかしてほしいってことそれをうんええー、どうやってなんとかすんのそれえー、っとだからそれはどういう時に怪我しゃんのかな遊んでる時とかドッジボールしてる時とかな多分でもなんかみんなが外遊んどって、うん、私が休み時間、うん 終わりの時に部屋帰ってきとったら、うん、なんか父母の人たちが骨折とか、<laughs> なんで？なんか冷えピタとかなんかしとってんの？冷え <laughs> ピタしてんの？熱出てるやん。<laughs> なんでなん。どっちボールして本音をって熱出てんのそいつ。むちゃむちゃやな。うん。休んだえのにな学校、うん、な。うん、えーでもそういう時はあれちゃう優しくしてあげてる？なんか。 その骨折っちゃったやつが荷物持ったりとかランドセル背負う時とかやっぱこう大変な時あるやんか怪我してたらそういう時エマちゃんなんか助けてあげたりとかした方がいいようんしてるよしてるしてるもちろんしてるそうかごめんな野暮なこと聞いたわうんそうかそうかあだってさだってさ隣の席やもんあ隣の席なんやそれは絶対やってあげた方がいいねうんそれ男の子 女の子あ女の子なんや。そっかそっか。その子は友達？エマちゃんと。友達？あ友達なんや。じゃあそれなおさら助けてあげた方がいいな。うん。それエマちゃんがそうやってその子が骨折れてる時に助けてあげたら、今度エマちゃんが困った時にその子も手伝ってくれるから。うん。うん。そうやってあの社会って成り立ってんのよ。人生って。困った人。でまた。うん。でまたなんか次の日来たら。うん。 なんかうん怪我が長いんだよその子たちが何が長いって怪我がなあのあなんかうん長いんだよ<け>続くのが怪我が長いのうん、うん、怪我が長いず,ずっと怪我してんのその子うん何個怪我してる <laughs> どういうこと治癒能力がすごい低いんかなその子じゃあさ、うん、なんかなんかさなんかさ、うん うん、違うじゃあね大人になるってどういうことなの大人になるってどういうことかうん大人になるっていうのはうん音楽を作った時にお金のことが頭にちらつくってことや、うん、えそれ大人になる証拠なんは最近

別れる前のカップルみたいな、まあなってるけど今、今あく私に質問あるえ今ちゃんに質問なんかあるかな、ね、えーっとそうやな今日、もうご飯食べた晩ご飯んうんうん、全然食べてへん食べてへんのもう、もう食べなあかんのちゃうのお腹空いてきたお腹空いてきましたあれ お腹すいてきましたお父さんエマちゃんのパパお前びっくりしたぞ急にエマちゃんから電話かかってきて <laughs> 誰かわかる誰かわか, <laughs> かるわかるわヒントいるエマちゃんのパパやろユーマやろ正解 <laughs> ういや俺もう絶対その音楽関係者やと思ってたからさいや、じゃあそれで言ったらさこっちがびっくりしてるから、うん、なんで なんで俺と俺とびこえて、エマに仕事く訓練って話。<laughs> いや、俺もだから普。普通、僕じゃないの、それって。いや、そうやんな。うん、普通そうやから、いや、びっくりしたのよ、急に。エマちゃんから電話かかってきて、うん、私は誰でしょう。<laughs> <laughs> そんなんちゃうわよ。言ていやいや、そんなんやったっちゅう、ね、ほんまわからんかったもん、最初誰か。なんば成功やな、エマの。ま、いや、びっくり、いや、なんかちょっといろいろ悩んでるみたいだったでエマちゃん。 学校の友達が続々と骨を折ってるらしいそれはお前も衝撃やった呪われてるぞお前の娘のお前の娘の教室呪われてるぞ転校させた方がええんちゃうかそのうち折れるぞエマちゃんもうん てか、びっくりした、習い事させすぎちゃう。そんなもん,なん。普通やね。もう今の子ってそんなもんなんか。んかもう、そうやで。うやうや時代変わってますよ。ダンスとピアノと、くもん言うてたからさ。うん。そうなん、もう。しゅう、しゅうさん。十三やで。十三。四ぐらい行ってるな。週四ぐらい行ってんねや。行ってる。いやー、でも、ダンスとか必要やもんな、最近の小学生必修であったりするって言うからな。うん、な。 いや、でもなんかほら新しいプレゼントというかさ、うん、最近ほらもうずっと会えてへんからエマちゃんに何、うん、か買ってあげたいしなら何のおもちゃがいいかなって考えて,てんけどでも欲しいもんないうん,ん何でもいい楽しいもんないああ楽しいもんやったら何でもいいやああハードルは上がるなこれなるほどなー、うん、ちょっと難しいけどあっあれはなんか ラブパトリーナとか見てないのエマちゃんラブパト、うん、興味ない <laughs> 興味ないの嘘だってラブパトリーナを今ラブパトって言った時点でちょっと興味あるやん <laughs> ない略してるやんだってラブが入ってる <laughs> ラブが入ってたらあかんのなんな<ー>ん,んやヤアブリッコみたいでええー。え、じゃあさ、あっくんはどんな新曲出すあっくんはどんな新曲出す 新曲新曲はね「あのおっさん」って曲出したのよえおじさんがいっぱい出てくる歌おじさんそうそうそう「おっさん」っていう曲出してじゃあ今歌って今私にダンス歌やってって言ったから今歌ってうっとうしい地元の友達と一緒やんけ一方的にな人はダンス踊れって言いなっていけないそれダンスはその踊れえっ 歌ってるじゃない歌って歌うの歌って,歌ってえエマちゃん、うん、聞いといてようんおっさんおっさん僕はもうおっさんになったどう、はい、ありがとうございましたそりゃそうなるよな横でずっと折り紙折っとるわ、うん、折り紙折ってんの <laughs> いいやねちゃんと聞いてへん片手間で聞いてるやん おっさんおっさんっひげじょりじょりー <laughs> 買歌してるやんもうもうパロってるやん俺の新曲でも買,う買い歌される曲って人気な人気な証拠やからな<ー>おっさんおっさんひげじょりじょりひげじょりじょりー笑ってるやんひげじょり,りひげじょり,じょりかまあ悪くはないな 山ちゃん、学校で好きな子おらんのい嘘やろ本当はいるんじゃん。絶対誰、絶対誰にも言わへんから。いいほんまにしつこい。こういうおっさん来あ、ほんまやこれやいや、一番やったらあかんことやってた俺。ほんまはいるんやろって結構言うてた。ほんまはいるんやろって絶対言ったあかんやん。このご時世。うわ、俺、きっしょ。な。うわ、もう自己嫌悪。キングオブ自己嫌悪や、今。 こうやって、でも今学べてよかったわ <laughs> 絶対聞かんとこ今後学校で好きな人おるんってちっちゃい子にでも一回聞いておらんって言ったらあ、おらんねやで、止めといたらええんかその後に嘘そ、ほんまおるんちゃんこれがおっさんかなんでこんな流れ話してんのなんでこんな流れしてんの <laughs> ごめんじゃあねってバイバイしてたもう <laughs> じゃ<あ>バイ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  バイバイ。バイバイ。バイバイまたね。またね。バイバイ。はい。バイ乗ろはい。えまちゃんやったな。